三脚がね、ナナハがリュウちゃんを起こしに行きます。あと30分で家出るのに時間がありません。おはようございます。あと30分で家を出るのに、うん、朝ごはんを作る時間がありませんが、うん、いいですか。コンビニ行くで買うか朝マックでいいですか。すいませんね、あの入れました。5時半に起きたんですけど、うん、あの二度寝しました。あ、そっちがいい、そっちの方がいい。7時半に起きました。そっちの方がいい、そっちの方がいい。いい、ほら、頭がボンバーなってない。いつもやで。今、たまにはっていう歌を聴いてまして、うん、たまにはゆっくりしなよみたいな歌なんですけど、うん、いいそれであの罪悪感を消そうとしてました。いや、息抜き強いで。いや、だってラピュタパンって言われてたけどさ、明日できるよ。明日できるけど、明日リュウちゃんおらんやん。おるよ。おるんかい。朝やろ。日曜に帰るんじゃなかったん。帰った方がいい。いや、別にどっちでもいいですよ、私は何でも。はい、じゃあ明日ラピュタパンで、はい、明日は起きますんで。はい、で、ナナが起きるんで今日。そうやで、ナナが起こしてくれて。すごい、ナナ嫌や。え、ナナに、うん、目覚ましかけてなかったんって言われて。はい、かけてませんでした。そう、イラつく干し方で。今日、なんかトイレに行った気がする。うん、6時に行ったで。うん、トイレの音はな、起きる絶対。ナナちゃん賢いな。その規則正しい生活ね、しろってね、5年生に向けてしろって言われたからね、賢いと思います。はい、寝起きの我が家でした。目開いてね、俺顔なんか腫れてな、パンパンちゃう。太ったからちゃう。いや、リアルに太ったと思うで、この数日で。で、今日はな、私な、やりたいことが2つあんねん。ポケゴ、フレンド募集をゲームチャンネルでしたいんと、つむつむの練習したいねん。それを練習するわ、車の中で。8時半に出発やろ。何、50分って言ってる。朝ごはん諦めていい？ 8 時40分出発でいい？あ、ほんなら、うん、まあ、あれ、すいません。マックがちょっと、通らん。ああ、じゃあコンビニ。すいません、朝ごはん作らんの。すいません。美味しいですか？よかったですね。私もいっぱい食べてます。ココラパジャマ出した？たけし行くからね。あと5分で出発。出発時間ない。やばい、自分の身支度。めっちゃ雨。めっちゃ前髪やばい。前髪がやばい。うるさい言われてやんの。なんであんなにさ、ずっと歌うんやろね、中学生。なんでそんなにずっと歌うん。歌いたい年頃の。そういうこと。そういうことやって。ストレス解消。あ、俺の携帯持ってきてないで今日。どうする。レッツゴー。ポケゴすんねんけど。どうしたんやけど。時間制限はつけるで。でこい。何あいつ。はい、コンビニに出発。今日は夜も拾って、どこ行くん？帰ってくるん？ラーメン、ビール、ラーメン、ビール。ラーメン、ビール、チャーハン、餃子。じゃあコンビニで朝ごはん買います。今ならこれ、いっぱい出る。はい、私の朝ごはん聞いて。マンと、冷やし中華と、オーナミンシーと、春雨サラダと、生たらこおにぎり。食べ過ぎ？あ、今日チートデイ。ナナ唐揚げ定食。うん、ナナ唐揚げ定食やで、朝から。俺唐揚げとナナチキンクーリー。うん、いっぱいあるように見えて意外と少ない。今日はこれ、あごだるい。おしてくれ。今日はチートデイやね。昨日昨日、リュウちゃんがチートデイやった。うまっ。次、生たらこ。今日は朝飯だったんだ。ダフ？あ、7好き。だいたい自分で作ったらさ、朝ごはん食べへん。春雨サラダ。さっぱり春雨。うん、この人が一番歌うまい。ライブの時にも音程やってるから。一番うまいの稲葉さん。ああ、それはそう。よし、昼はラーメン、ビール、餃子。ごちそうさまでした。マルゲン動画撮り忘れた。チートデイや言うていっぱい食べたのに、ビールも飲んだのに。カメラのガラス割れてる。うん、今落としたからやろ。
え、ちゃうやん、それは前からやで。え、これえ、ちゃう、右閉じたかポッポン閉じとかんとほんまややばこれ修理やで。やばいね、あの顔見て、怒ってる。何してんねんお前っていう顔してる。前や、前でも落としてマジで。でそれでバリンで今またそこでコンクリートに落としたから妹嬉しくない。妹嬉しくないことはないんですか。修理したら心くんの携帯1週間くらい。え、修理したらいくらぐらいかかるかね。じゃあ心くんがテスト終わってから修理出そうか。なんでなん、まあ、どうせ俺あれ行かなかったキッズ携帯まだ解約してないから、半年間解約してない。行ってよ、うん、てか使え、なんで LINE 通話できるから使わへん。いやあれ防犯ブザー、日常防犯ブザー買ったよ、防犯ブザー持ってるよ。ならうわ、いけちゃん、この前初めて開けたんやん。やっとすぐ使えよ。じゃあパソコン編集しようと思ったらパソコンの充電ないからツムツムでもするわ。あ、練習や。え、待って、ん1時間せよ、1時間半からヨモチがすればいいんじゃない。1時間半ヨモチにね、ヨモチのせいにしない。1時からし、俺がネギって1時からし。引っかく、わかった、これや、ママの手冷たいから次反対の手勝った。はい、1時やで、よしやろう、よしやろう。1時半からなんで半なん ?1 時からしたらいいやん。先延ばしにしていくのが俺の戦法やで。じゃあ、5時半までな。え?よかったよ、5時半まで勉強できるの。ずっとぼーっとしとこうから。なんであ、まだおったわ。5時半までな。何してるんですか?見て。漢字やっと終わったん?見て。まだ2枚目の重さですよ。何それ、ホラーキャラクター、なんかあれに似とんな、ユニバのツノビ、うんうん、クマ。さあ皆さん、あーハメクマ、違う、コーコーロやめろ、はい、ホアがするかどうかを考えろ。100円でゲットした豚さん、綺麗になった、うちの匂いになった、ここよかったね。よかったです。はい、選択します。懐かしいワールドを開いてみた。このワールドおった。30万人行った時。え、なんだおらん。ああ、おらんのか。いつやったっけな、30万人行った時。長方形やから。長方形やから。あの、誰かいるよ。こっちも。たけし頑張れ。ここら動画。ここら。はい。3月給食代払えてなかった。つまり弁当を作ってください、作ってくだい、作れ作れ、おい作れ作れ、忘れた、今日肉いっぱい買ってきたわ、忘れた、野菜買ってくる、忘れた、忘れた、おぬしや、忘れた、うちはりゅうちゃん、分かった、じゃありゅうちゃんに作ってもらうわな。分かった、毎日アンパンマンキャラ弁当にするわな。無理、え、これいいよな、あ、数学はない、マッサージ、はい、じゃあ見ます、範囲ね、おはようございます、5時半です、飛び起きてバタバタと用意しちゃいました。あ、飛び起きてバタバタと用意しちゃいました。昨日の晩ご飯の残り弁当に入れようと思って、豚汁と心くんのお肉、撮影のこと何も考えずにバタバタと用意をしてしまいました。昨日なかなか寝れなくて12時ぐらいに寝たんですけど、5時半に飛び起きました。すごい怖い夢を見て、漢字をさ、雲が這いずり回る夢。先に顔を作っていきます、豚汁作りながら顔を作っていきます。ゆっくりゆっくり料理するつもりがバタバタとやってしまった。さあ起きた瞬間からさ動いちゃうよね、起きた瞬間からもうバーって、何鍋やら何やら用意しちゃう、あるあるじゃない。7時にはりゅうちゃん起こして用意させないといけないんで、2月は3連休続いたけど、今週は1週間丸々5日間あります。
心くんはね、テストです。どうしようか、親はどうしようもないけどね。昨日ね、一生懸命ヨモとワイケが4時間かな勉強教えてくれました。まあ、その結果はどうでしょうか。ある学生は多分この時間に起きて勉強しようやろうな。寒いね、まだ化粧終わり。もうすぐ6時です。りゅうちゃんの弁当、ママちゃんがね、昨日余りを置いといてくれたんで、りゅうちゃん弁当。心くん給食あるのに弁当いるんかって感じやけど、お腹が空くんでしょう。機嫌悪くね、お腹が空いたらさ、人間ってさ機嫌悪くなるやん。だからね、学校で機嫌よくおれるんやったらね、お腹いっぱいでおった方が機嫌よくおれとるんかな。まあ、友達にね迷惑かけなかったらそれでいいんやけど、どうなんやろね。コロ君はこれと給食を食べます。ラピュタパン作ります。先にご飯食べれるかな。できたよ、ラピュタパン。やばい、30分になっちゃうんで先に水筒用意しておきます。豚汁とラピュタパン、いただきます。うん、朝からマヨネーズがいいね。おいしい。君たれてきた、うん、うん、ちょっと30分だけゆっくりします。こうしておー寝るな、おー寝るな、朝ごはん作らんと。今からです、目覚ましじゃんけん。では間に合った、今日から晴れるってよ。はい、ラピュタパン。おー、いいね。食べにくいよ。やばいな、これマヨネーズもやばいよ、うん、垂れるよ。やんな、うん、足りなかったらマヨネーズを一口でいいかな。うん、ナナ、朝だよ、月曜日だよ。おはよう。私ももう一回寝たいよ。朝ごはんできたよ。カッコロン。パンが美味しそう。はい、テイク2。はい、テイク2。はい。はい、おはよう。アザラシ。おはよう。ラピュタパンです。マヨネーズかける？どうぞ。勉強できた？今日双子座12位やって。絶対できてないやろ。美味しいですか？マナちゃん起こして。やばい、心がロックオンした。朝だよ、こんばんは。
今起きたの。おい、起きないとハグするぞ。ハグするまで。おママちゃんの、ママちゃん弁当。はい、大丈夫。それ以上何もないことを願うぞ。テストやで、心くん。タッスイ。あ、じゃあ金曜日はテスト報告がある。そうやで。ありがとう。ウちゃんに言うわけがない。いってらっしゃい、いってらっしゃい、ゆい。ウちゃんに言うわけがなかろう。いってらっしゃい、ゆいちゃんと。いってら。毎日コンビニ飯がいい？それとも毎日作ったやつがいい？食べれんの？食べれん。作った食べれん。あ、食べれん。はい、いっぱい食べてください。目覚ましじゃんけんギリギリ間に合った。もうね、編集してました。はい、取れました。はい。はい。今日の学校は？テカストで買いました。かわいい。はい、奈々ちゃんもちゃんと新しく買った防犯ブザーがついてる袋、かわいいね。はいはい。目に拭いたらな、水色があれやで。ここの8時過ぎたよ。さあ今日から月曜日ですけども、1週間の意気込みをどうぞ。髪の毛はなんで1回飲むねん。早く行ってくれ。痩せてると思う。何？マスク。マスク給食エプロン入れたね。家でしなあかんって言うことね。お前のカバンは知らねえ。知らないよ。はい、行ってらっしゃい。入った、楽しんで。大丈夫かいな。いやもう時間やばいで、心9分9分。行ってらっしゃい。楽しんで。はい、日曜日と月曜日の朝でした。皆さん今日も、じゃあ皆さん今週も張り切って頑張りましょう。じゃあね。今日も見てくれてありがとうございます。ご意見ご感想はコメント欄にお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくね。また明日も見てね。